政府は今月の景気判断について持ち直しの動きが見られると情報修正しました月例経済報告は景気に関する政府の公式な認識を示すもので今月は依然として厳しい状況にあるが持ち直しの動きが見られるとして基調判断を上方修正しました個人消費では エアコンやパソコンなどの家電の売り上げが去年の同じ時期に比べて増えているほか、外食の売り上げも少しずつ持ち直しているとしています。景気の先行きについては、新型コロナウイルスの感染者の増加や豪雨の被害による影響について十分に注意する必要があるとしています。